ここからは深掘りツッコミ解説、須田慎一郎さんでございます。須田さん、おはようございます。はい、おはようございます。はい、では早速今日こちらからお願いいたします。補欠選挙東京15区最新状況を解説してもらいましょう。読売新聞によりますと、今週月曜日、作家の音武博忠氏が東京都内で記者会見を開きまして、無所属で出馬をする考えを表明いたしました。小池百合子氏が特別顧問を務める地域政党都民ファーストの会が国政進出を目指して設立いたしましたファーストの会、音武氏を推薦する予定と報じていますが、さあこちらも日に日に状況変わっています。最新の動きについて須田さんに解説してもらいたいと思いますが、改めてでは東京15区候補者、今予定している方含めて海人さんお願いします。はい、東京15区です。日本維新の会の金沢由衣氏、参政党の吉川里奈氏、日本保守党の飯山あかり氏、翼の党の根本良介氏、無所属の秋元司氏、無所属の須藤元気氏、無所属の音武博忠氏が立候補を表明しています。はい、また立憲民主党は元江東区議酒井夏実氏の後任を決定しています。うん、なお日本共産党は党地区委員長の小包氏の擁立取り下げを決めています。はい、という今状況なんですが、では改めてなんですが、スタッフさん、昨日現在という状況でなるんでしょうかね。どうなってそうですかこれ。はい、まず最初にですね、この補欠選挙、3つの選挙区で行われる補欠選挙のですね、全体像を俯瞰しておく必要があるんですが、まあ、この東京15区以外にですね、長崎3区、島根1区とですね、2つの選挙があるんですけど、長崎3区に関して言うと、自民党は候補者を立てないということで、ここはもう不戦敗が決まっております。で、島根1区もですね、これもまあ自民党候補者立てるんですけれども、ただ、相当苦戦が予想されているということで、場合によってはですね、島根一区、もともとはこれは、細田ね、衆院議長の、お膝元選挙区ということで、保守王国だったわけなんですが、ちょっとここも脅しかねないという今の情勢なんですね。で、そうなってくるとですね、2敗というのがちょっと見えてきている状況があってですね、そうするとじゃあ東京15区とは言ってもですね、この東京15区というのが、2代続けてですね、自民党国会議員のお金の問題ですね、選挙をめぐる問題で、落としているために、さすがにちょっと有権者受けといったらですか、有権者のですね、自民党に対する視線は相当厳しいものがあって、これ候補者を立ててもですね、なかなか勝つことができないんではないか、で加えてですね、有力な候補者が見つからないということもあって、立てられなかったところなんですね。立てたくても立てられなかったところ、そうなってくるとですね、この場合によっては不戦敗ということで、要するにこの、3つの補欠選挙3連敗という状況も見えかねなかったっていうのが大前提なんですよ。大前提として、で、なんとかそれを避けるために、まず動いたのが東京15区であってですね、そこで、枠組みとしてはですね、東京では圧倒的な人気を誇っている都民ファーストの会、で加えてその国政政党であるファーストの会と、手を組んだ方がやりやすいんではないかというね、そこに推薦を出せば、かろうじて負けではないと、はい、負けではないと、勝ちではないけど負けではないということで、3連敗というですね、烙印を押されることは避けられるんではないかということで、そっち方向を動いてたんですね。で、加えてですね、この東京においてはね、もう間もなく東京都知事選が行われるんですよ。はい、数ヶ月後にはですね、で、そうなってくるとですね、これも情勢がここへ来て大きく、ちょうど昨日から今日にかけてまた激変して、はい、これは後半戦でね、はい、お話を伺います。させていただくんですけれども、言ってみればですね、小池百合子知事が少なくともちょっと数日前まではですね、東京都知事選挙に出てきて、そして、また例のごとくですね、圧勝するんではないかと見られていて、その動きをですね、前提に去年の
暮れぐらいからですね、自民党の東京都連と小池都知事とのですね、関係が修復が、少しずつ進んでたんですね、はい、で東京都連会長というのは萩生田さんが務めていて、でかつては小池百合子知事とですね犬猿の仲と言われたんですが、会食をするなどしてですね、で関係修復に動き、そして、自民党が星を落としかねなかった八王子市長選挙ですね、東京の、西部のですね有力、まあ、都市なんですけれども、この八王子市長選挙で急転直下、都民ファーストの会の支援を受けて、小池百合子知事の支援を受けて、なんとか滑り込みで自民党の候補者が、当選するというね、いう形を取った、まあ、これでいよいよ自民党と、小池知事の連携が進んでいくんではないかというのが、数日前までの状況、数日前まででした。ところが昨日例によってあの文藝春秋の小池さんの地が出て、ここが、どうでしょう、昨日今日でまた変わってきたというお話は後ほどまた須田さんにお話伺うとしてですけれども、当然これ東京15区も影響出てくるわけですよね。そうですね、まあ、この東京10億に関しては言えばですね、先ほど読み上げていただいた無所属の乙武洋忠さんが、私が見ているところでは、まあ、半歩あるいは一歩リードしてたんではないかと見ていたんですけども、まあ、その理由いくつかあるんですよ、で、まあ、一つはですね、やっぱり自民党がここに相乗りをしてくるんではないのか、ということと、やっぱり、まあ、いざとなればね、乙武さん、まあ、ごまた疑惑っていうね、ちょっと朝から言うのもあれなんですけど、本人はあのごまたではなく、15年間の結婚生活の間に5人の女性の方と関係があったので、それは違うということを、会見でもおっしゃってましたね。そう、何が違う、その違いがよく分かんない、その違いがよく分かんないんですけれども、そんなのも含めてですよ、だから須田さん、自民党がこれ推薦を出すかどうかっていうところに今なったそうですよね。ですから本来だったら、無所属ではなくてファーストの会から出る、だってファーストの会の副代表を務めてるんですから、そういった意味で言うとですね、無所属で出る意味合いがよくわからなかった。ただそれは一つだけ理由をつけるとするならば、自民党は相乗りしやすいような、形を取ったということだったんですけれども、で加えて、まあ、これもね、先だっての YouTube の方で、番組の YouTube の方で申し上げたようにですね、小池百合子知事と、公明党の中でも創価学会女性部との関係は結構いいんですよ、そうすると小池百合子さんがですね、動けばですね、公明党もあるいはその最大の支援団体の創価学会も乙武さん支持に動くんではないかと見られていたんですけれども、これもどうもですね、非常にこう厳しい状況になってきて、先ほどね、半歩一歩リードしてた乙武さんもですね、まあ沈んでくるということで混沌とした状況で、全く先が見えていない。で加えてですね、まあ、これはね、このコーナーの後半戦でお話しますけれども、で野党共闘というのもこれも成立してない。確かに先ほどご紹介いただいたようにですね、共産党が、擁立を、小泉東さんの擁立を下げるというので、取り下げをしてですね、立憲民主党に乗っかるという形を取っているんですけれども、ただこれ、野党共闘という点で言うとですね、ここは、どうなんでしょうね、まあ、日本維新の会が、候補者を立てている、ね、場合によってはバックにですね、れいわ新選組がつこうとしている須藤元気氏が、無所属の須藤元気氏が立っているということで、少なくとも立憲共産の数軸の共闘は完成してるんですが、野党全体の共闘という点ではね、これ確立してないんですよ。これまあそれぞれ、まあ、あの参政党、保守、日本保守党、翼の党にしても、まあ、自分たちのメッセージを出す機会ではありますもんね、このタイミングっていうのはね。で加えてですね、今回どこも報道してないんですけれども、やっぱり自民党が自らの公認候補を出してないということもあって、まあ、こういう選挙になると、我々マスコミあるいはジャーナリストっていうのは、要するに事前の情勢調査をどこで見極めるのかというと、いわゆる自民党のですね、情勢調査っていうのをひそかに、その結果をひそかに入手してきて、それを叩き台にして、選挙の結果を占うというのが、まあ、あんまり表立っては言ってませんけれども、そこが有力な材料になるんですよ。で一番徹底してきめ細かくやるのが自民党の情勢調査なんですが、
金かけるんですよこれまた。あ、そうなんです ね、うん、丁寧にやるんですよ、うん、ところが今回公認候補が出てないので今のところですね、その情勢調査が実施されたというね、動きというか声が聞こえてこないんですよ。ですから手元に入ってこないんですよ、これね。須田さん、16日の告示までもあとね1週間切ってるわけなんですけどね、例えば自民党はやっぱりそれでもこれ推薦出さないとか、まあ、独自候補もちろん立てない、推薦出さないとなるとですよ、推薦出さない可能性まで含めてあるんですか、いやだから出さない、出して、一か八かでね、勝利を目指していくのか、須藤、おったけさんのね、はいはい、それとも、今後のですね、小池百合子さんをめぐる、ドタバタ劇というか、スキャンダルの行方を見極めて、これは出さない方がね、自分たちにとってプラスと働いて出せないのか、今その見極め作業をやってるんだろうと思いますね。これ仮にね出さないとなると、長崎擁立してないでしょ。仮にその島根がですね、自民党西堀さん、立憲民主党亀井さん、諸派佐々木さんというお3人出てらっしゃいますけれども、これ仮に負けるとしてですよ、で東京の扱いは推薦出さなかったら何になるんですか、これは不戦敗です。不戦敗ですか、はい、したら本当に3敗の可能性があるってことですよね。そうですね、まあそう参拝の可能性あるんですけれども、ただ今の情勢を考えてみると、あの裏金問題でね、あれだけ吸ったもんでやったわけですから、参拝も仕方がないよねというね。あの変な言い方ですけど、政治の流れって日に日に違いますよね。どこまでそれを織り込み済みなのか分かんないですけど、ただ先週金曜日お話あったようにね、これ参拝となってくるとですよ、仮にですよ、にわかその岸田おろしみたいなお話っていうのがこう現実味を帯びてくるのか、それともいやいやそこは実はもう織り込んでたんだっていうのはどうなんですかね、そのあたりっていうのは、ですからね、岸田卸しの動きが起こってくるにあたってもですね、今ほとんど自民党の中の派閥が機能してないんですよ、派閥が機能してないというか派閥がないんですね、じゃあ誰を軸に岸田卸しをやってそして党内の体制を占めるために誰がそのね、言ってみればですね、数をまとめ上げるのかっていうと、誰一人そんな動きができる人がいないんですよ。だから普通だったらですよ、いつもだったらね、そういった丸々おろしっていうのが起こることは間違いないんだけども、今はそのね、言ってみればまとめ役キーパーソンと言ったらいいんですかね、その仕掛け人というのが不在なんですよ。で本来だったらね、次の、総理総裁を目指していく意味でもね、我らがですね、小物会の大物の、茂木幹事長がそのあたり軸になって動くはずなのに、やっぱり小物会の大物だけあってですね、周りに人があんまりいないもんですからそういう動きは起こせないと。なんか最近でもあれでしょ、あの若手のみに連れてったりとか結構いろいろ精力的に動いているというお話、先週もおっしゃっていただいてたじゃないですか。でもどうなんですけどね、それいきなりね、飲み行こうぜ飯食いに行こうぜって、逆に言って、そこで結束が強まるとか、なんか気持ち悪いよねみたいなね。僕最近あの海藤を取り込みにかかってるんですけどね、はい、あのなかなかまだね、あの最大派閥西派からこっちに帰ってくれないんですよね、はい、まあ、ではそんな中でございますけども、続いてこちらでございます。さあ、進まない野党共闘、それぞれの党の思惑見ていきたいと思います。さあ、産経新聞によりますと、次の衆議院選挙での立憲民主党と国民民主両党との連携をめぐりまして、日本共産党との関係をどう整理づけるかが論点として浮上しているということなんですね。衆議院選挙前の前哨戦の一つとなる先ほどの東京15区の補欠選挙、お話しあった通りですね、共産党との関係を一つの原因として立憲民主国民民主の両党たもとを分かつことが確実に情勢になってきてますが、さあ野党共闘というお話、改めて須田さんにお話を伺いたいと思います。はい、この野党共闘というのもですね、その枠組みをめぐって、非常に大きく今変化しようとしているんですよ、で野党共闘が成立するかどうか、今非常にこう微妙な状況になっているというのがあるんだろうと思いますね、でやっぱりこの野党共闘というのはが目指しているのは別に東京15区とかね、この補欠選挙ではなくて、やっぱり、おそらく近々行われるだろう解散総選挙、その解散総選挙において、野党共闘、野党連合がですね、
政権を奪取する、政権を奪い返すというね、いうところに持っていくための野党共闘というイメージなんですね、でそうすると今までね、私たちおそらく、ラジオを聞いてる多くの人たちの野党共闘のイメージというと、で今から言うような形だと思うんですね、つまりどういう形かというと、立憲民主党と共産党がとりあえずがっちり手を結んで、少なくとも、一つの選挙区においては一人の候補者を立てて、そして両党で支援していきますよ、応援していきますよ、そして場合によってはですね、他の野党も、そこに乗ってもらいますよというのが野党共闘の軸だったはずなんですよ、ただこれ、立憲民主党のですね、これ福山哲郎さんに私は直接伺ったことがあるんですけれども、かつてその野党共闘をやった時にですね、いわゆる、これが正しいかどうかは別としても立憲共産党というレッテルを貼られてね、徹底的に立憲民主党サイドが批判を浴びたというね、状況があって、でこの時ですね、やっぱり相当苦しい選挙戦になって、選挙結果も厳しい状況になったんですよ、であの時の状況は本音を言うとどうだったんですかというとですね、福山さんは、まあ私と一対一じゃなくて周りに人がいたんですけれども、あんな経験は二度とごめんだと言うとはっきり言ったんですよ。相当きつかったんですね、じゃあね、やっぱり相当ですね、立憲民主党にとってみるっていうとトラウマに残るような非常に嫌な、記憶だったんではないのかなと、当時やっぱりそれを進めた側からするとね、ですると次の展開の今回のですね、次の総選挙を狙んでの野党共闘っていうのは、その枠組みっていうのは立憲民主党の中にアレルギー反応があるために、そういう形では行われないはずなんですよ、で今水面下で進んでいるのは実はどういうことなのかというと、要するにがっつり手は結びません、そういった一つの選挙区で、野党全体が一人の候補者に絞り込む、これ現実問題で無理だから、それはありません。でそうするとじゃあどういう形になるのかというとですね、やっぱり立憲民主党ね、特に、関西ね、大阪を中心とする関西エリアというのは、もう一方の野党の U と言われている日本維新の会が絶対的に強いんですよ、ですよね、関西は、でそこに立憲民主党の候補者を立ててみたところでですね、なかなか勝つことができない、だとするとその日本維新の会と野党共闘を組むんであるならば、関西を中心とする西日本エリアは日本維新の会にお任せしましょう、立てないというね、約束はしないけれども、そこはお任せするという紳士協定を結んで、その代わり、東京など東日本に関してはですね、あるいは、中部地区に関しては立憲民主党が責任を持ってやりますよという形で緩やかなその地域割りをやった上で、そして、共産党にはできるだけ、候補者を立てないで、共産党の議員がいる、選挙区およびどうしてもここは取りたいというところに関しては立てにしてもですね、そこについては共産党は共産党でやってください、ただ、立憲民主党との その東日本エリアにおいてはですね、立憲民主党に協力してねという形を取る、これはあの日本維新の会と共産党とこは水と油ですから、ここは、必ずしも手は結びませんよと、そして国民民主党は国民民主党の立場で、候補者を擁立して、立てないところに関してはそれぞれね、立憲民主党あるいは、日本維新の会と連携を取ってくださいねと、それをやることによって連合も立憲民主党国民民主党の、最大支援団体である連合も納得いくでしょうと、少なくとも共産党とはがっつり、表立ってですね、そこは共闘やりませんという非常に緩やかなある種の連邦制みたいなね、これが実は水面下で進んでるんですよ。今日もね、週刊文春の方の記事に、それこそ最新の議席予測みたいなのが出てたんですけれども、確かにこの日に日にですね、これ岸田さんの支持率も下がってるというのを考えた時に、さすがに選挙でね、自公連立は負けないだろうみたいなお話はあるんですけど、大きく議席減らして、なんなら過半数というところも厳しいという見方も須田さんあるっちゃあるんですか？ですから今申し上げたようなですね、緩やかなその、野党共闘っていうのが成立して、ちゃんと地域調整が区割調整ができればですね、過半数割れもありえるんだと、むしろ野党共闘サイドがですね、過半数以上を取る可能性はあるんだという、そういう試算もあるんですよ。ですから、その緩やかな野党共闘案というのを推進している方がいらっしゃるんですけれども、この方はですね、
どこかの政党に所属してるわけじゃないんですけども、うん、その方のですね、試算によればですね、まあ、過半数以上を取る可能性も出てきてるということなんですね。でも不思議なもんですね。つい数ヶ月前まではとはいえね、岸田さんの後もまだ決まってないし、とはいえ野党もやっぱりなかなか結束ないので、なんだろう、自公を含めていわゆる与党の勝ちは間違いないだろうみたいなところはあったんですけども、議席減らすことはあっても、なんかにわか本当に生き物ですね、須田さん。日に日になんか情勢変わってきてる感じはあるんでしょうか。ただそういった中でね、やっぱり、そうなると立憲民主党のですね、国会含めた何て言ったらいいんですかね、反対のための反対みたいなところですと、なかなか国民民主党や立憲、日本維新の会は乗ってくれませんからね、やっぱり戦う野党みたいなところを前面に押し立てると、これはこれでアレルギー反応が起こってしまうというところですから、やっぱり今後の立憲民主党がどうで、動いていくのかっていうのが一つの注目ポイントじゃないかなと思いますね。本当そうやって考えてみると、こういう情勢が、もちろん自民党は自民党でいろんなところで情勢調査やってるんでしょうけれど、見てますと、ますますもって解散とかっていうのは自民党打てないですよね。ただね、そうは言っても、先ほど来から和泉さんおっしゃってるようにですね、政治ってのは本当に生き物で、ちょっとしたことで大きく流れが変わってしまいますから、ですから場合によってはですね、それをね、岸田さんは外交でなんとかポイントを稼ごうとしている、ですからその水面下でですね、例えば日朝首脳会談というのを仕掛けてみたりですね、ですからそういった意味で言うと、大逆転のですね、ギャンブルといったの、大博打を打ってくる、起死回生の大博打を打ってくる可能性もないわけじゃない。それによって流れがガラッと変わる可能性もありますから、その辺についてはですね、ちょっとね、日々ですね、そのニュースを見ていただきたいなと思いますね。それこそ今回、今アメリカ行ってらっしゃいますけど、昨日はそのビーストに乗った写真が出て、うんぬんとありましたけど、ここはそんなサプライズないんでしょう。そうですね、アメリカもですね、やっぱり、今年ね、11月に大統領選挙を控えてますから、そんなにですね、驚くような外交上のですね、動きを出すわけにいかないということもあって、ここは、そんなに大きなサプライズではない。むしろですね、国賓待遇で呼ばれたということがサプライズだったんですよ、これ。そっちの方がね。とはいえ、だからこれ帰ってきたからといって岸田さんの支持率が爆上がりすることもぶっちゃけないんでしょ。これ 100% ないですね。 100% ない。わかりました。ではそのあたり踏まえて、さらにお知らせなどお話伺ってまいります。時刻6時56分回っています。続いてこちらです。マイクロソフト、日本に過去最大規模の投資、注目のポイントはどこでしょうか。毎日新聞によりますと、アメリカのマイクロソフトは9日 AI 人工知能事業の基盤強化のため、今後2年間で日本に29億ドル、日本円にしておよそ4400億円を投資すると発表しました。マイクロソフトが日本に対する投資額としては過去最大規模で、国内では初めてとなる研究拠点も開設するということを報じられているんですが、さあ今回のポイント、ぜひ須田さんに解説いただきたいと思います。須田さんお願いします。はい、こういった動きに関してはですね、日本のメディアっていうのはまだまだ、将来ね、日本であるいは世界で何が起こるかっていうのを全体像というのを全く把握しないで報道しちゃってるから、こういう形になってきてしまうわけなんですね。と言いますと、で何が今起こっているのかというとですね、どうなんでしょうね、これ聞いたこともある人も多いんだろうと思うけども、メタバースというですね、世界観があってですね、それ一体どういうことなのかというと、もう一つの世界みたいなね、インターネット上のもう一つの世界ということで、いろんな形で、これが利用されるんではないかとされてるわけなんですね。でこれを実現していくためにはですね、今のその言ってみれば通信体制では無理なんですよ。やっぱり次世代の、通信体制というのを作っていかなきゃならないんですけれども、それを構築するにあたっておそらく2030年ぐらいにはそういう方向に、シフトしていくんですけれども、それを、が
構築された段階で何が起こるのかというとですね、うん、アメリカなどを中心とする、うん、先進的でですね、非常にこう利便性の高いそういう通信ネットワーク網と、うん、中国を中心とするですね、技術的には若干遅れたですね、うん、通信ネットワーク網の二大陣営に分かれるとされてるんですね、うん、はい、はい、そしてこの日中、米中間ではですね、米中両陣営では互換性がないんですよ、うん、はい、はい、相互の行き来ができないという状況になる、うん、ということなんですね、うん、で、まあ、ここではこの分野ではですね、完全にデカップリングという形になっていくんだろうと思うんですよ、うん、はい、でそうするとじゃあ日本はどっちの陣営に属するのかというと、これは間違いなくアメリカ陣営なんですね、うん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 、ですから今 NTT を中心にですね、まあ次世代通信網の通信ネットワーク網のですね、構築に動いているということで、うん、アメリカ陣営の中核になってくるのが、まあ、アメリカはもちろんのこと日本なんですよ、はい、でそういった中でじゃあ、まあ言ってみればですね、どういうふうな形でそれを作っていくのかっていうと、うん、それ日米が協力関係に基づいてやっていくんですね。ね、そので今、うん、はい、どうぞ。あ、お話がここに来てということなんですけど、ではそのお話の続き、はい、うん、まあそういったメタバース、うん、仮想空間ということなんですけれども、うんうん、例えばね、うん、今日お話にあったマイクロソフト社はそういった状況を睨んでですね、うん、言ってみればメタバース会議なんていうね、はい、システムの、展開をし始めようとしているんですよ、うん、でこれは、Zoom などのですね、はい、まあ、ネット会議で、なんていうのと違って、要するにそこで完結するというかですね、全く違ったその状況といったんですか、形になっていくことはこれ間違いないんですね。つまりオンラインで顔合わす会議じゃなくってメタバースってことは、まあ、いわゆるもう一人の上泉がいるわけですよね、ネット空間中に。でその、ネット空間上、仮想空間上でですね、うん、会議をやってそこで完結するというね、うん、形が取れる、ね、ですからもうほとんど顔合わせることなく、うん、ですから、例えば A 社と何かこうで協議をやります、会議をやりますと言って、うん、それが終わって、うん、この自社でですね、今度リアルで顔合わせるなんてこともなくて、うん、メタバース上だけで全て完結し仕事が進んでいくなんていうね、そういった複合現実デバイスなどを利用してアクセスできる、空間を作ろうとしてるんですよ。でその投資という意味でマイクロソフトは、まあ、これだけ、29億ドルということを投資してでもこう日本と一緒に、その一つの陣営を作っていくというイメージがあるということなんですか。そうなんですね。ですからそういった意味で言うとですね、うん、何がじゃあ問題なのかっていうと、そうそう、うん、一つポイントとして挙げられるのはですね、うん、そういった今ですね、そのメタバースを含めた、うん、次世代通信ネットワークにおけるさまざまなビジネスであるとかサービスに関してですね、うん、ルールが全くないんですよ、はい、はい、うん、まだそういったルールであるとか、うん、どうでしょう、でその全体の枠組み像なんていうのが構築されていないんですね。それがこれからなんですよ、うんうん、でこれまでの経緯を見てみると、そういったルール作りというものに関して言うと、アメリカがですね、うん、主導してアメリカの事情都合によってルールが構築されるというケースがほとんどだったんですね、うんうん、で日本は後からそれに乗っかっていかなきゃならないということで、はい、非常にですね、なんていうんですかね、うん、その立ち遅れた状況になってしまうんですね、うんうん、ですから日本も含めてそのルール作りをしていくということが必要になってくるんですよ。 AI のルール作りって本当にこちら毎日お伝えしてますが、本当に日に日にね、これも進歩しているところがありますから、分かりました。じゃあ佐々さん、最後にもう一つこちらです。さあ、政府子育て支援金の年収別徴収額の試算が発表されました。佐々さんに一言解説いただきたいと思います。さあ、朝日新聞によりますと、岸田政権が掲げる少子化対策の財源といたしまして、医療保険料と合わせて徴収する支援金について、政府は今週火曜日、会社員らが入る被用者保険で年収別の試算額初めて示しました。総額1兆円を集める2028年度時点で年収600万円の場合、月額1000円と見込んでいるとのことなんですが、さあこの支援金に対しても様々な意見がありますが、スタさん、ぜひまとめて
てください。お願いします。はい、これが岸田政権の一番ダメなところですね。一番ダメなところ、ね、うん、ですから、ま、これを言ってみればですね、形を変えた増税メガネなんですよ。やっぱりね、我々ね、働いているものからすると、確かに国からも、ね、取られるお金というのは税金というのがあるんだけども、それ以外にもやっぱり社会保険料、はい、ね、社会保険料と税金を合わせて、国民負担というふうに形になってくるんですけれども、これのですね、まあ、言ってみれば重しがですね、やっぱりこう生活をくる、ね、非常に厳しくしているというのはこれは間違いないんですね。だから増税しないからといって、社会保険料を上げたんじゃ増税と一緒なんですよ、これ。まあ、そうなんですよね。まあ、あのね、草さん思うのは、確かに昨日も言ったんですけど、確かに子育てとかね、そういったものってのは国全体我々も含めて考えなきゃいけないんですけど、この公平感みたいなところで言うと、どういうふうに、それこそ出す方も出す方だし、受ける方も受ける方だし、ものすごいこれはなんか世代間での差がありますよね、これ年収も含めてですけれども。そうですね、だからこれをね、国民に負担を求める、つまり、まあ言ってみれば少子化対策で、子育て支援やっていこうということなんですから、そういった意味で言うとですね、そこで負担を増やしてどうすると、それで、じゃあ少子化対策になるのかっていうとなりませんよ。で、考えなきゃならないのは、ここでですね、やっぱり、財政出動してというかですね、国債なりを発行して、とりあえず国が負担をする形でこういった子育て支援金の、財源を確保していくということをやる。そうすると、人口が増えれば、新しい子どもたちが生まれてくればですね、将来的に税収増になるんですよ。そうですよね、成人すれば、はいはい、オートマティックに、はい、ね、それは所得税だ、消費税が増えていくわけですが、その時に回収するという、なんでそういった長期的な視野に立てないのかということなんですよ。あの、回答アナウンサーで今24でしょ、24ぐらいだったら、まあ、個人差ありますけど、またその結婚とか云々とか子育てまだピンとこないってのは現実かな。そうですね、まあ、周りではこうちょこっと結婚する人も出てきましたけど、まあまあ、でも、もうやっぱりこうイメージがまだ湧かない年齢ですね。あ、そうだろうな、はい、だって須田さん今あの初めて結婚する年齢とか出産する年齢っても30超えてくるとも普通だったりしますもんね。そうですね、だからといってですね、じゃあなぜそういう、ね、イメージが湧かないのかっていうと、なかなか将来展望というか生活の育成が見えてこない、やっぱりもう少し働いてということ、ね、そういったことを考えないと、私の知り合いでもですね、21歳でできちゃった婚やった女の子がいるっていう、ね、今ね、そうさ、授かり婚ね、授かり婚ね、うん、まあまあいいや、で、その21歳で、はい、はい、そういったですね、やっぱりこの結婚する出産するということを前提にかん、ね、それを最優先させると、やっぱり若い子だってそういうふうに動くんですよ、ね、だから、そういった点で言うとですね、やっぱりこの、産んで育てるところに、なかなか、あるいは結婚するということ自体ですかね、やっぱり、将来に対する、ね、夢が出てくる、希望が出てくればですね、やっぱり、早い時期での結婚出産というのも十分私は可能なんじゃないかなと。本当に確かに須田さんおっしゃったように、このこれだけ負担がね、まあ、それぞれあるってことは、結局支援金という名の増税ですもんね。結局は支出があるということですからね。そうなんですね言い方の問題なのか何なのかということなんです。この辺ってのはどうですか、もうこの数字でもう決まっていくってことなんでしょうかね。ですからガンとして、まあ、財源を確保するということについては譲っていませんから、こういう方向で決まるんですけれども、ただこれもですね、やはりですね、どうなんでしょうね、今日ずっとお話ししてきたように、次の選挙ということを考えると、要するに岸田政権に対する批判というところに結びついていく可能性は私高いんじゃないかなと思いますね。ね、これまたあのアメリカから帰ってきてということになりますけれども、このあたりの議論がさらにどんなふうに進んでいくのかということですが、須田さんでは後半戦では例によって例のあの小池さんの昨日のね、文藝春秋のお話、ぜひ、はい、あの新しいネタなんか入ってきました。入ってきます。入ってきました。では、はい、あの7時30分頃楽しみにしておりますので、引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。取れたてピックアップニュース。こだわりの朝どれニュースをご紹介。はい、まずはこちらの話題からです。読売新聞によりますと、職業差別と受け取れる不適切な発言で批判を受けた静岡県の川勝平太知事が昨日、静岡県議会の中澤君彦議長に辞職願を提出しました。川勝知事は地方自治法の規定で
5月9日をもって退職します。お伝えしてますように6月議会まで、続けるという話あったんですが、県政の空白期間を、できるだけ短くするためというところでこの早く辞表を出したということなんですけど、結局もってそのご自身の中ではその発言みたいなところに対してお詫びとおっしゃってるんですが、それが原因でとはっきりおっしゃってるわけではありませんし、最後にですね、記者の方に聞かれて細川ガラシャのですね時勢を引用してというところだったんですが、これはこれでまたそれは意味が違うんじゃないかと言って、結局いろんなところで言うといろんなところに批判されますね、本当に。はい、さあ続いての話題はこちらです。読売新聞によりますと、岸田総理は10日アメリカのバイデン大統領とホワイトハウスで会談し、新時代の日米同盟を目指し、未来のためのグローバルパートナーと題した共同声明を発表しました。この後いろんな行事がまだまだ続いていくわけなんですけれども、特に昨日はですね、大統領専用車のビーストに乗って、バイデン大統領とのツーショット写真を撮った、それが結構話題になったんですが、言っても本当に大統領執務室、動く執務室ですから、そこにこう首脳が乗るっていうのは、他国の首脳が乗るって非常に珍しいことだそうなんですけども、さあそのあたりの親密ぶりのアピールっていうのは双方それぞれにね、きっと狙いがあると思うんですけど、個人的に中どんな風になってるかっていうのはちょっと見てみたいなというのもありますけどね。ちょっと気になりますね。では続いていきましょうか。続いての気になるニュースはこちら。朝日新聞によりますと、韓国総選挙が10日投開票され、現地の主要メディアはこの日の夜、出口調査の結果をもとに進歩系最大野党共に民主党が過半数を大きく上回る議席を獲得するとの見通しを伝えました。投票前からですね、与党は非常に厳しい状況じゃないかというふうに言われてたんですが、かなりこの共に民主党が議席を伸ばしてきた、野党系を伸ばしてきたということで、そうなるとユン・ソニョル大統領の政権運営っていうのがますます特に国会運営厳しくなってくるということですよね。日本との関係が非常に少しずつ良好になってきているという中なんですけれども、今後そのあたりどんな風に影響を与えるのか、最終的な議席数も含めて気になるところですね。続いての話題はこちら。産経新聞によりますと、地域政党大阪維新の会の吉村博文代表が今年3月に開かれた党員向けの集会で、2025年大阪・関西万博の会場建設に批判的なコメンテーターの玉川徹氏について、会場への出入りを禁止すると発言した問題で、吉村氏は昨日記者団の取材に対して間違っていたと謝罪し、発言を撤回しました。もともとこれ3月に茨城市内で開かれた党員向けの集会でですね、このいわゆるリングのところに対して説明するときに、そのテレビ朝日の玉川さん、今もう社員お辞めになってるんで、玉川さんがですね、それに批判的なことを言ったので、見たいと言っても玉川さんは出入り禁止言うたろかなと、軽く言ったと。で、維新の馬場代表もいつは大阪ジョークじゃないかという言い方したんですけれども、さすがにその知事としてのお立場もある中でですね、そういった発言というのはさすがに軽率だったんだろうなというところもありますよね。そのあたり撤回されたということではあるんですが、いずれにしても、その川勝さんのお話もそうなんですけど、どんな一言一句もね、特にやっぱり公の立場にある方っていうのは気をつけないといけないだろうなと、これ我々自身も含めてですけども、ところでありますよね。続いての話題はこちらです。産経新聞によりますと、衣料品通販大手 ZOZO 創業者の前澤友作氏は昨日 SNS 上で自身になりすました投資詐欺広告の横行が放置されているとして、 Facebook や Instagram を運営するアメリカのメタ社を提訴する考えを明らかにしました。前澤氏はこの日、自民党デジタル社会推進本部などの合同勉強会に出席して被害の実態を説明、投資詐欺広告への規制強化を求めました。これ前澤さんだけじゃなくってですね、この後出ていただく須田さんだったりとか、あるいはエナでも高橋さんだったりとか、いろんな方々がですね、この被害に遭っているということで、特にですね、森永さんもこれに対してメッセージを送ってて、高橋さんも、メタ社に対して日本法人に対して送ってるんですけど、アメリカとのことなんでこちらからはタッチできないっていう回答が書いてある。
アメリカに送ったらアメリカに送ったで全くもって反応がないということで、前澤さん、まあ、堀井さんというところが動かれたということなんですけど、まあ、確かにいわゆるこのプラットフォーム事業者というところに対して国もこれだけ被害が出てきてるとか大きくなったものというと何らかの規制みたいのもかけてもらわないと被害が広がっていくだけですからね、はいはい、続いては芸能の話題です。デイリースポーツによりますと、旧ジャニーズ事務所の流れを組むスタートエンターテインメントによるコンサートが昨日東京ドームで行われ、所属する総勢13組72人のアーティストが出演しました。昨日のそのライブはですね、はい、今日は各スポーツ新聞がすっごい大きな紙面で取り上げて、まあ、これだけの方がいらっしゃるったらすごいなと思いながら、ね、友達も当たって行ってました。ああそう、はい、ええ、あの海藤さんも行きたかった、はい、行きたかった、まあ、あのそして当たらないんですよね、なかなか。あのこの時間ね、あの嵐がまた新しく会社を発表する、はい、ということでもあったんですけれども、ね、まあ、一方で、その、旧ジャニーズ事務所の被害に遭ったという方のね、補償というのがどれぐらい進んでいくのかというのも、はい、まあ、そちらも合わせて、しっかりとチェックしていかないとダメでしょうね、はい、続いてはスポーツの話題です。スポーツ報知によりますと、昨日甲子園球場で行われた阪神対広島の試合は6対2で阪神が敗れたものの、阪神の森下翔太選手が3号ソロホームランとなる豪快な一発を放ちました。まあ、今日もあの夕方以降はまだちょっとね、あのポカポカ陽気とはいえまだ冷え込むところがあると思いますが、はい、美味しいビールが飲めるように球場に行ける方お楽しみをいただきたいと思います。